次の種目は、スケートジャンプですね。今度は皆さん、少し、スケートジャンプなんで少し高さを意識して、まあ、より地面に力を大きく加えてパワーを発揮するっていうトレーニングになります。じゃあ4歩行きましょう。4回行きましょう。まあ、なるべく高く飛んでるんですよね、こういうふうに。ありがとうございます。まあ、さっきのトレーニングの違いは力を発揮している方向が違うってことですよね。今のトレーニングっていうのは、まあ、横方向なんですけども、より高さを出して地面に大きな力を加えてパワーを発揮している。まあ、少しやり方違いますけども、やるようにしてみてください。お願いします。